こんにちは、ブルーフォースです。本日もねバイオハザード4やっていきましょう。ちょっとね早速なんですが、どうしようかな。卵食っといてアイテム整理から始める、なんやねんみたいな感じかもしれないですけど、まあとりあえずこのチャプターはもうすぐクリアできるんじゃないかと鷹を くくっているんですが、まあクリアできればね、いいかなと何の話やねんってな。それはクリアしろよお前ってなるわな。 OK、 じゃあとりあえずちょっと今から遊びたいと思います。うん、そう、これ、操作、これね、多分ね、1匹も多分捕まえられないんじゃないかな。意外とね、難しいんだよね、これね。動いてることに誰も気づかないって。ああ、いけた、いけた。このクレーンゲームがね、多分ね、バイオ4の中で一番難しいと思うんですよ。だってこれさ、こんだけさ、やってんですよ。判定がめちゃめちゃシビアなんですよね。ほんで、微調整していきます。掴みませんで、だよね、だよね、うん、いやーきつい。いやーこれがやっぱ一番難しいと思うんだよな。サドラーを倒すとかサラザルを倒すとか村長やクラウザーを倒すとかでもこれが一番辛いんだよまあそんなこんなでね、まあそれはいいとして、前回さ、なんか一緒に仕事をやろうよみたいなことを社長に言ってもらったって話したと思うんですけど、その時に、まあ、その時とは別のタイミングだったんだけど、もう一人ね、仲のいい社長さんがね、いらっしゃって、その人とも飲んだ時があって、その人と飲んだ時もね、なんか今なんか具体的にこれをやりたいみたいな話は浮かばないけど、でもね、なんかね、ブルーホースちゃんね、君はね、一緒に仕事をしたいと思わせるような、なんか男なんだよね。だからなんかちょっと具体的に僕に案が出てきたら、その時は声かけるからさ、誰にも浮気しちゃダメよって言われたんですよね、うん、でその前回話したなんか不動産の社長と、その今回そのブルホスちゃんってブルホスちゃんって言ってくれた人はすごい仲がいいんですよ。その ブルホスちゃんって言ってくれた社長がその不動産屋の社長をがまあまだ一般的に一般会社の会社で勤めた時に、君はもう会社辞めて自分で会社やった方がいいよって言われて独立したっていう方なんで、まあ、その人きっかけなんでね、まあ仮にね、その不動産の社長と何か仕事するってなったとしても、いいじゃんって絶対言うだろうなと思ってるんですけどね、うん、だから人からなんかやりたいと思わせる男だって言われたっていうのはすごい嬉しかったですけどね、うん、まあそんな感じですね。で、まあそこの周辺でなんかね、まあこういうことやっていこうよ、ああいうことやっていこうよみたいな感じでちょっと話が盛り上がってる最中で、なんか、まあ僕がたまたまその今、普段からそのトレーニングやってますみたいな話をしたときに、なんかそういう、なんか例えばカフェインの飲むタイミングとか、そのビタミン C が筋肉にとって一番いいとか、実はコルチゾールを抑える成分が入ってるんですみたいな話したら、そういうのをなんかもっと広く教えてほしいみたいなことを言われて、広く教えてほしいみたいなことを言われたんで、あ、いいですよってなんか Facebook でねグループ作って、で今そういうのを1日1回小ネタとしてね発信する会みたいなのをやったりしてるんですけど、MT 会っていうのはマッスルトレーニング会みたいな、そういうちょっとダサいなと思いつつね、そういうのを今やってるっていうことですね。ほい、こいつなかなか体力高いんだよな、うん、でまあそんな感じでね、MT 会っていうのをねやってるというところですね、うん。まあそれもいいんですけど、久々のアシュリーちゃん、この時だけね銃構えてもね、まあとりあえずやっぱ見るべきものは見といた方がいいかな、うん、さあ、じゃあプルンプルンも見れたんでね、次進んでいきましょう。ここまだあれか、そうか、ワンクッション合わせるやつ、あ、やばいな、奥にちょっと危ない武器を持っている人がいる。 OKOK、 これだから帰りも出てくるんだな、これきっとな、めんどくせえな、ここでも弾を使い切っておきたい、うん、OK、 であとはショット弾をぶちかましていきましょう。どうしよう、
とりあえずじゃあこれで始末。まあこれもね、後半っていうかな、こいつらに使う以外あんま使いどころがないから。ああ、なんか食らってるやつがいる。どんまい。おっ、え、今蹴ったじゃん。蹴ったのに蹴ってくれない。ああ、またウニョウニョしてるわ。まあ、ああ、一発でいってた。じゃあこれでいいのかな。もう敵も出てこないよね。あ、なんか、このとこ先行処理があったっけ、忘れちゃった。だから、ね、まあ、Facebook の方は僕の本名でやっちゃってるんで、あ、まあ、本名をね、YouTube 上で晒すっていうのはしたくないところではあるんで、まあ、ちょっと、皆さんもぜひご参加くださいとは、要は言わんねんですけど、まあ、興味ある方はね、探してみてください。もう、Facebook グループ名言っちゃったからね。うん、まあ、一応、認可制にはしてるんで、許可がないと入ることはできないようにしてるんですけど、まあ、もしね、興味がある方はね、ぜひご参加ください。ただ僕のね、本名がそこでバレるからって、なんか悪用するとかそういうのがまあ分かった瞬間には、まあちょっと申し訳ないけど措置を取らせていただくことになるんで、そこだけご注意をということで、まあ、別にそんな、なんだろうな、そんな別にね、怖い話をしようとは思ってはないけど。じゃあこいつがメスだったっけか。でもどう考えてもないもんね、あるべきものがないからね。あー、じゃあ下手くそ、超ど真ん中じゃん。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、めっちゃ下手くそ、めっちゃ下手くそ。あれ、シンプルにただただ弾打ち込んでってるだけなんだけど。オッケーオッケー、はい、下がって下がって、そうそうそう、オッケー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 。あ、そう、背中にもいるよね。あ、背中にもいたんだけど、単純に体力的な話でお亡くなりになった。はい。まあでも筋トレのその知識をつけるっていうのはすごい大事ですね。僕は大学生くらいの頃からちょこちょこ、本当にちょろちょろやってたんですけど、今と同じくらいの知識を身につけてやってたとしたら、やっぱ10年で体全然違っただろうなって思うし、もしかしたらそういう道で進んでいってたかもしれないなっていうのは思うんですよね。そういう道っていうのは、その別に YouTuber になろうとかじゃなくけど、まあちょっと頑張って、なんて言ったらいいの、そういうボディービル選手権みたいな、フィジークか、フィジークくらいの体でいいかな。あのあたりが細マッチョでしょ。まあゴリマッチョの人もいますけど、ギリギリ細マッチョ界隈で生きていくには、そのくらいがちょうどいいかなと思うんで、まあそんな感じですよね。フィジーク選手の体つきとかって、なんか結構あのくらいが女性受けもいいかなとも思うし、ちょっとかっこいいよね。そう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 。ああ、しまった。ああ、しまった。ああ、いけるいける。いけるいける。拾って、下行っちゃダメ。こっち。OK。そうなんだよね。まず特に、ここは壊しても、なんかエメラルドとかがあるかなとか思ったけど、特になかった。じゃあ、進んでいっちゃいましょう。とりあえずもう。まあでも最終的にここの島な、粉々に吹き飛ぶから、まあ1ヶ月になんかそんなしなくてもね、丁寧に破壊しとかなくても。あ、そっか。あそこにロケランぶち込んどいたら、あれだね、カラスが一気になんか、でも、意外とね、爆風によるね、被害をね、受けやすいのがこいつなんだよね。っていうこと、あれ、ちょっと。しょいだ。あ、しょいだもどうせ取れないしな。いや。いけるね。うん。もう間もなく、レオンの体力もマックス値になるから、マックス値になったら今度黄色ハーブをね、遠慮なくアシュリー使っていこうかなと思います。じゃあ、弾ゼロだったら、いけ。10万か。威力 2.0 にするのは魅力的なんですが、ちょっと今、10万はきついね。ちょっと一旦ここで、まあ、あとは宝を売ってどこまでお金を持ってくるかってところだね。ちょっとこれどっかのタイミングであれだな、アイテム整理しなきゃいけないな。じゃあちょっと上登っておきます。これやっとかないと、確かムービーが解禁されなかったはず。
まあ、また例のごとくね、ちょっとしたあのプチムービー集的なものはね作るんでね、あのそこは僕一切出ないで、あのちょっとあの言い方悪く言うとおサボりのねあのやつになるんですけど、うん、だって間と間カットするだけですぐ出来上がる簡単なお仕事ってやつですからね。はい、まあ、あとはじゃあ戻ってアシュリーを救出して、例のごとくいつものお色気パート担当してもらって終わりっていう、そんなところかな。うん、さてさて、じゃあ戻りましょうか。戻るときって聞いたっけな。あー、なんか傍観野郎たちがいっぱいいた気もするんだよな。パーバーもこれ以上持ちきれないので使います。微妙に体力があれだな。ニュー、あ、最後までカメラ追い切れなくなって、ね、あれ以上ついてズームすると落ちちゃうってなるから、もうそこでもうストップ。さすがにもう持っていけるようなスペースもないのでそのまま戻ります。なんかあれだね、最近ちょっと筋トレの話ばっかしてるね。筋トレに興味ない人がさ、バイオ4をせっかく楽しみに来てるのにさ、もう興味のない話とかベラ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 されてもなんかねみたいなことをね言われたらおしまいだから、なんかちょっと別の話題ができるように、まあだからこそ、そのこの間ね海外で辛かった話とか、タバコやめるための話とか、まあ、それからなんだっけ、あ、そうそう、あの不動産屋の社長に一緒に仕事しないかって誘われた話とかね、なんかいろいろとねあのやってみたんですけどね。まあなんかまたちょっとねこういうテーマとかあったらなんか話してよっていうのがあればね、ぜひそっちでやっていきたいと思いますんで、皆さんネタ提供よろしくお願いします。ということで、なんかうじゃ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 出てますけどうじゃ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 出てるんだけど、これ以上出ていくとね、あの今度ね、ぶちのめされそうだからね、あの、あ、ちょっと痛っ、ムカつく、ちょっと遠慮なく、痛い。体力を回復した直後ってすぐそうやってぶちのめされるから、なんかやるよね。落ちてくんだよ、落ちてくんだし、いって、ちょっと待って、勘弁してくださいよ、ちょっと正確すぎるよ、ほら、 OK、 うまいね、生きてるね。ああ、うにょうにょさん、はい、さよなら。もうしょったまはね、あの後半はね最終的にこれ100発にするんでね、もう遠慮なくいくよ、遠慮なくいくよ。もういないね。OK。じゃあ戻って、おきましょうか。はい。じゃあアシュリーとね、もう間もなく再会ができるということでね。てか、でもどういうあれなんだろうな。なんで、あの、アイアンメイデンのね、股間にこれが刺さってたのかっていうのがすごい不思議なんだけど、うん。じゃあ開けましょう。はい。じゃあここで再開。ここではなぜかハグしないんだよね。救出。絶対見えてるよね、これね。はい。ということでね、チャプター、この位置も無事クリアすることができた。ということでね、本パート終了とさせていただきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録ボタンとグッドボタンも押していただけると嬉しいです。ということでね、また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。